おはようございます。釣り子 TV です。秋の釣りに向けてモリモリとルアー買うぞっていうことで釣り具屋さん回ってきましたよ。今週末にはバサオールスタークラシック今年見事優勝した小森嗣彦プロ主催のですね小森カップがですね開催されたりっていうのもあるので、それに向けてのルアーの補充とかですね、あとはちょっと使ってみたいルアーとかですね、いろいろ買ってきてみたんですけども、じゃあねこんな感じでバサーと並べたんですけども、なんで買ったのかななんていうのをダラダラと語っていきたいと思います。まずねここら辺がねゲイリーワームねちょっとね少なくなってたやつを増やしたんですけども、これがねまず4インチグラムね、往年の名作、名作中の名作ね、4インチグラム、これはねスモラバとかラバージグのトレーラーに使おうと思ってね、シングルテールのものね、こんな感じで、で大好きな黒があったんでちょっとね買ってきました。これがねまあいつも使うわけじゃないんだけど、なんとなくボックスの中にねどっかに入ってないと不安っていうことで、これはちょっと少なくなってくると絶対ね補充しておかなきゃなってワームなんですけど、本当芋にしたりもできるしね、一年中使えますね。真冬もね結構スモラバのトレーラーにして、ワカサギ付きのバスにアタックさせたりね、いろいろ使い方があるんですけども、秋のこの時期はですね、キャロライナーリグのトレーラーにね、して使うことが多いかなっていうことで、カットテールとか投げていて、カットテールに当たりが少ないなっていう時にこっちに変えてみるとね、あやたら当たりが増えたなっていうことがあるんで、これね4インチグラムを買ってみました。でここ2つは同じなんですけども、これはねレッグワーム 2.5 の黒色ね、ブラックカラーね、これはねもうね餌ですね。これ餌っていうだけあって、ちょっとねこれがないと本当にねしびれることがあるんで、当たりがどうしても出せないなっていう時は、結局これを投げるとね、やっぱ魚いたんだなっていうことになりがちなので、これもね少なくなってきたらこう、ね、補充しておかないといけないなっていうことですよね。でこれ 2.4 のねディトレーターね、青木大輔プロがプロデュースしたゲイリーのワームっていうことで、スモラバのトレーラー用ですね。これがねコンパクトシルエットなんだけど、こうボディがちょっとね大きめなんで、なんていうんですかね、軽いスモラバ使った時もこれをつけるとですね、こう程よい感じで沈んでくれる。そんであとはよく釣れるね。魚追ってるなっていう時はシャッドシェイプワームっていうのをよくつけるんですけども、ちょっとそこ寄りのなんかエビっぽいの食ってるなっていう時はね、こっちのワームがないとね、これね、あとダウンショットの具なんかでもすごいよく釣れるんですよ。これからね秋冬の時期にちょっとなくてはならない存在なので、これもね一袋補充です。でねこれはね3インチのサタンテールワームね、これサタンワームみたいな感じの、ゲイリーのワームなんですけども、これは秋っていうよりはどちらかというと春先に使いたいなと思ってですね、でこれもちょっとね好きな色とかね欲しい時にない場合があるんで、これはどちらかというと来年の春に向けてね追加購入したんですけども、これとあとはレインズの G テールサタンとかね、あれすごいね形は似てるしサイズもほぼ一緒なんだけども、結構ねどっちかに偏ることがあるんですよね、当たりの出方が。塩が入ってる入ってないとか、なんか形が微妙に違うとか何かあるのかもしれないんですけど、本当ちょっとの差なんですけども、このねゲイリーのサタンテールが効くときはなんかねこれなんですよね。でそういう時に試して他のサタンテール系のねワーム入れたら、あれなんか当たり出なくなったな、やっぱこれだななんていうことがあるんで、逆にそういう他のがよく聞くときに、あれこっちは釣れないななんていうことが ありますので、どっちもねゲイリー素材のこのサタンテールね、あとレインズとかの、ジーテルサタンとかね、両方持ってないとね心配になっちゃうんですけども、とりあえずねこっちもね置いてないとき置いてない場合があるんで、見かけたらねちょっと追加で買っちゃう、そんなワームなんですけど、そんな感じで、ゲイリーワームをこんな感じで買って、
で、これをつけるですね、肝心のスモラバーがちょっと少なくなってきたなっていうことで、これね、エバーグリーンの C4 ジグ 1.8g、 普段は 0.9g を中心に買うことが多いんですけども、徐々にね、あの7メートルとか、あと深いところでね、当たりが出るような時期になってきますので、まあ来たかなっていうところなんで、これ 1.8g ね、少し深めに、まあ、例えばこのディトレーターをつけたりとか、シャットシェイプつけたりとかね、ちょっと深めを探りやすいように今回ね 1.8g ね、これね毛がもっさりしているのと、なんかアイの角度とか、あとフックのコンパクトさとかね、すごい使いやすいんで、これもねちょっとね、なくなると追加でボックスに入れとかないと心配になるなっていうことで、これとあとは普段はですね、エグジグですね、ジャクソンのエグジグか C4 ジグ、あとはちょっとね価格が買いやすい価格帯なんで、ダイワのスモールラバージグなんかもねよく使ったりするんですけど、これもねちょっと追加購入。はい、次はですねこちら、流儀のですねベスパっていうジグヘッドなんですけども、これがねフッ素加工で、あとすごい細軸で、軽い力でも魚の口によく腹筋が決まるってことでお気に入りで使っているんですが、 1.8g のですね、まあちょっと重め、普段 1.3g とか 0.9 やっぱり使うことが多いんですけども、シュッとね沈めて底腹筋をよく探れるようにっていうことで 1.8g で買ってきてみました。これはねこういったディトレーターとかと組み合わせて、まあスモラバが若干こうふわふわとね使うイメージなんですけど、これはもうちょっとね、あのクイックにトン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 って誘ってコンっていう当たりを出す、そんな時にねよくこのジグヘッドの釣り寒い時期好きでやるんですけども、それ用にねベスパね買ってきてみました。あとね、あの釣り具屋さん行ったらちょうど入荷だったのか、これねこれまだ1個しか買えてなかったんですけども、エグ玉、これがね、いろいろカラーとか、あとは重さとか選べていくつか買うことができたんで、前回ね初めてね買ったのは 3.5g だったので、そんでね非常に使い心地が良かったので、今回ね 2.5g ね、 2.5g と、あとね 4.5g をね今回ね2個買ってみました。 4.5g のエグ玉、これねすごいね根掛かりも少なくて、使い心地が良かったんで、でまあ 4.5g のものを、これをねベイトにつけて、まあベイトフィネスみたいなタックルでつけて、そんでやっぱりこういったエビシルエットのトレーラーとかね、これと組み合わせて、ちょっとしたカバーなんかにね入れてみようかなっていうことで、買ってきてました。エグ玉がねなんとね陳列されていたんで、ちょっとね3つ買ってみました。でね、これはねちょっとブラックバスじゃない可能性が高いんですけども、これジョインテッドクローマグナムの、一番ね好きなカラーがマグナムで売っていたんで、これね買っちゃったんですよね。これ極めってカラーで、クリスタルシャットね、タイプフローティングで230っていうことなんで、まあマグナムですよね。このねジョイクロマグナムね、いろいろ、まあ、高いからここぞっていう時しかなかなか買えないんですけども、この色ねすごい、あの178でよく釣れてお気に入りで使っていたんですけど、これでマグナムあったら欲しいなって思っていたら並んじゃってたんですよね。もうこれのせいでねだいぶね一気にあの購入の予算がね上がっちゃったんですけど、開けてみますかね。この色綺麗でよく釣れるんですよね。もうなんかね、はい、これね、はい、これね、白色でこのギラリンとはしてないんだけど、なんだろう、このゴースト系のカラーっていうのかな、まあすごいね塗装が綺麗なね感じっていうか、好きな感じっていうのもあるんですけども、使ってみたらまあやたらよく釣れるっていうことで、すごい実践的なカラーなのでね、これはマグナムでも持っておきたいなと。これのね178はねもうね、まあシーバスなんですけども、ボコボコによく釣れてね、そんでまあ今でも持
もちろん使ってるんですが、それのマグナムサイズね、これがあったんで、まあジャケ買いじゃないですけどね、1個ね買ってしまいました。はい、ね、こんな感じで、これはまあもちろんねブラックバスでも使うんだけど、どちらかっていうとね、大きな餌今変色してる時期なんで、シーバスでね投入したいなと思ってね買ってきたんで、これはねしまって、あとまあ重りベタベタ貼ってね、フローティングっていうよりデッドスローシッキングぐらいにして使っているので、まあこのあとねこの下にこう重りペタ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 貼って、で丈夫めなスプリットリングつけて、でまあ針もねこれねちょっとね海用の好きなもうちょっと大きな針に、付け替えようかななんていう風に考えております。まあこれに買ってね、というわけでですね、こんな感じでいろいろ買ってきてみたので、まああとはねダウンショットシンカーとかね、ちょっと足りないのあったかな、どうだったかなっていう感じなんですけど、とりあえず釣り具屋さんで目についたこれちょっとね補充しときたいななんていうの数多く買ってきてみました。はい、というわけで本日の釣り子 TV は秋の釣りに向けていろいろとルアーを補充、購入してきて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。